ベルドールは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のメルキシャー郡に属す市で、ある。この町は、メルキシェス・ザウアーラントの南部に位置する。ベルドールは、ザウアーラントのレネ川及びベルゼガーの谷に位置している。レネ川は、地域内で蛇行を繰り返し、大きな W があったに流れている。この川は、地域内に 15km の流路を有している。 ベルゼ川のベルドール市内の長さは 7.85km である。市内の最高地点はヘルシャイトとの市境にある農場、ベッシェ付近の海抜 475m である。最低地点はアルテナとの市境のレネ川の川床で 162m である。地域の面積は33.39平方 km である。北のアルテナとの死境から 南のヒュルスベルクまで 8.0km である。最西端はエルファーリング全地区、最東端はケットリング付近である。東西の幅は 8.5km である。土地の大部分は森林で1967ヘクタールを占める。農地は574ヘクタール、住宅地、産業用地は495ヘクタールである。残りの303ヘクタールは交通用地。 水域、その他の土地である。ベルドールは、北から時計回りに、ノイエンラーで、プレッテンベルク、ヘルシャイト、リューデンシャイト、アルテナと境を接している。ベルドールの地域は、主に粘土岩とその下層の砂岩地層からなる、いわゆる運転でホンゼラー層に位置している。この地層は、約3億6000万年前の層である。この頃、この地域は、海で覆われていた。谷には、 川によって形成された重い物質からなる新しい堆積物がある。谷の深い場所には4億4000万年から5億年前の年番岩やその他の年岩で構成される地層が存在する。市の中心部はレネ川の下半と一部は周辺の斜面に位置している。レネ川沿い及びベルゼ川の合流点付近の集落がベルゼフェルで計スブルく、 ロト・エルルハーゲンである。レネ川上流にケットリングがある。下流川にはユッターリンゲン、ドレーゼル、エルハーリングゼンがある。ベルゼ川を遡ると川沿いの斜面に位置する地区オスメッケ、プンゲルシャイト、クラインハンマーがあり、ベルゼタールが平坦となるオーバーボルベッケのエーフェキングとベーレンシュタインを通ってリューデンシャイトの地域へ抜ける。市名の古い表記はバータールである。 ワードマイナスは、中須あるいは、半島を意味しており、オルは、おそらく水辺の草地に由来するが、言語視学上完全に明らかであるとは言えない。ワードルは、もともと集落名ではなく、地域名であった。中石器時代の角石やラジオラライトで作られた、石器が、ベルドール周辺の山でセルギやブレンゲから、発見されている。これらの出土品は、7000年前のものである。 新石器時代から石器の道具は発達し、鋭利になっていった。これらから石器時代に少なくとも一時的には、この周辺に人が滞在していたと考えられている。村の原型の一つは、ネーハイム・バルベベルドール街道とレン川の都市地とが交差する場所であった。この街道沿いに、紀元前4000年以後の時代の墳墓が発見されている。中世には、 ケルンからアルンスベルク、ゾーストへ行く、かつての王の道がベルドール付近でレネ川を渡っていた。ここに小さな境界集落が形成された。レネタールを横切る南北の交通は湿地が多いため困難であった。境界集落の成立は12世紀以前であったと想定されている。この集落の最初の文献記録は1101年になされている。パートベルク,ハクエルポから ディーメルゼー近郊のフレヒトドルフ修道院に寄贈されたベルドールの教会についてパーダーボルン司教ハインリヒ2世が言及したものである。1220年にベーレントロップ修道院長がこの教会の守護権を得た。この守護権は1300年にマルクハク・エーバーハルト1世が購入した。その後、キリアンス教会はシェーダ修道院に属した。 ベルドールの宗教改革は1573年に行われた。遅くとも1613年にブランデンブルク選定校、ヨハン・ジギスムントが改革派教会に改修する頃にはすでに地方貴族や住民の大部分が宗教改革を受け入れていた。ベルドールは福音主義の村となった。1847年以前のキリアンス教会1743年に キリアンス教会に新しい教会塔が建設されたが、これは100年ほどしか存在しなかった。1874年にトウモロトモ教会が取り壊された。その少し前にクリストス教会が建設されていた。1381年にプンゲルシャイト城が初めて記述されている。この城にはノイホフ家が住んでいた。おそらく、 テオドールフォン・ノイホフも数年間この城で生活した。彼は18世紀にコルシカ王になったことで知られる。ベルドールは悲劇に見舞われた。1535年にレネ川に架か,かる木製の橋が洪水で破壊された。1554年または1556年にレネ川に最初の石橋が建設されたが、1601年に壊滅的な洪水に襲われた。 1619年ベルドールはペストに苦しめられた。1626年、1632年、1636年にも別の薬病が流行した。1717 17年、1744年、1777年に大火がこの町を破壊した。1822年の大火では全家屋の70%が消失した。 ユーリクレー継承戦争後、17世紀からベルドールはブランデンブルクプロイセンに属した。ナポレオン時代にはベルク大公国に併合された。ベルドールは1813年、1814年の解放戦争に巻き込まれた。ロシア軍はフランスへの行軍中に町を略奪し、農民にニ入マ者と一緒にベルギッシェスラントまで同行するよう、強要した。同盟軍にも、 宿や食料を提供しなければならなかった。住民の一部は軍に徴兵された。何十人ものベルドール住民が戦闘で命を落とした。1815年にプロイセン王国にベスト・ファーレン州が形成され、これ以後、ベルドールはこの州に属した。この町は長らくアムトのイエンラーデに管理されていた。19世紀末のベルドールは同じアムトに属す。 どの市町村よりも人口が多くなっていた。アムトの本部所在地をノイ・エンラーデからベルドールに移そうという試みは失敗に終わったが1891年6月1日にベルドールは独立した調整を獲得した。1936年4月19日にベルドールに都市圏が与えられた。ベルドールは何世紀にもわたって 経済的に良好な状態になかった。工作や牧畜は狭い谷では困難であった。1630年に発見された塩泉も期待したほどの飛躍をもたらさなかった。この塩泉は18世紀末頃に枯渇した。大勢ムント港の精錬経済発展は19世紀に始まった。金属加工が最も重要な工業分野であった。この地域の多くの箇所で金属が 露天採掘された。特にベルゼタールでは盛んであった。地域全域に鉄製錬所や炭造所が開設された。鉄線製造に有用なオーゼムント鉄が生産された。鉄線工業は今日もこの町に存在している。この他に年を経るにつれ、鉄工業やアルミ産業、鉄道、自動車部品製造工場などが発達した。 1830年代から1840年代に交通は大いに促進された。1832年から1834年にアルテナへの道路が拡張され、1844年に流電シャイトやフィネントロ・プレンクハウゼンへの道路がこれに続いた。1846年に鉄道ハーゲンベルドールジー・ゲンの計画が始動した。 この路線の建設は1861年から1865年に行われた。これは工業発展の多くの人口流入をもたらした。カトリック地域から多くの家族が転入し、宗教比率はゆっくりと近づいていった。現在の実家学校の前身が1869年にカンディダー転修例として設立された。最初の病院は百九十一年に、 福音主義の施設として建設された。1936年4月18日、NSTP 地域グループ設立10周年を記念して、この町は都市圏を獲得し、プールと病院が完成した。第二次世界大戦中、出前プラッツのバラックにヨーロッパ全土から連行された強制労働者1000人が収容されていた。彼らは農業や 金属加工業に従事させられた。後者は戦争遂行に必要な産業であった。特に東ヨーロッパからの囚人は下等人種とみなされ、ひどい扱いを受けた。少なくとも16人の強制労働者が死亡し、ドレゼル墓地に葬られた。ベルドールは戦争の被害をほとんど受けなかった。アメリカ軍は1945年4月14日に、この町に入場した。この町は、 その後イギリス管理地域の一部として、イギリスの地方司令官の下に置かれた。1970年代に内市街が近代化され、歩行者専用区域が設けられた。1978年からバーンホーフ通りとフライハイト通りの一部の交通が封鎖された。その後は、北のデルベントジーダー通りや西のベルゼ通りを経由して中心部を迂回することとなった。 近代化は1990年代半ばまで続いた。1936年4月1日、ナハローとビプインゲベルデに属していたドレーゼルが合併した。1969年1月1日に、リューラントからケルマンスホルスト、ベルゲン、ヘルツェルネクリンケ周辺地域がベルドールニが合併した。1998年からはいずれも12月31日時点数値である。 ベルドールはメルキッシャー軍で最も外国人比率の高い町である。2011年の外国人比率は17.7%でノルトベストファーレン州で4番目に高い数値であった。ゼンス2011によれば2011年5月9日時点で住民の37.9%が福音主義25.0%カトリックを信仰している。 37.1%は、その他の宗教または無宗教であった。この町には、第一部のエイップサルタンモスクがある。ベルドール市長者2014年の市議会選挙以降の、ベルドールの市議会は32議席からなる。第二次世界大戦後の市長を以下に列記する、1999年まで、市長は名誉職であった。 1999年までシュタットディレクトールであったマンフレート・ボルフがシュタットディレクトール色と市長色とを融合させた最初の専任市長である。ズンガラ、紋章基部から伸びる金の三角図形によって白地と黒地の左右に分割。右は緑の葉をつけた赤い薔薇。左は垂直に配置された三つのリングからなる銀の鎖。 三角図形を横切って、金と赤に塗り分けられた三層の格子模様の丸く白の帯が描かれている。解説、この紋章の向かって、左側の銀字に赤いバラは、ベルドールの境界員から取られたシンボルである。向かって、左の黒字に三つの銀の鎖は、ノイホフ家のシンボルである。下部には、丸く白の紋章である金字に、赤銀の格子と絵が描かれている。 この紋章は1929年に夫をフップがデザインし、1929年8月29日に町議会で採択された。後になって、紋章はより上位の当局による承認が必要となった。認可は1935年1月16日になされた。地域はザウアーラントロタール山地自然公園に属している。建物が建て込んだ地区や、 開発計画の適用地区を除き、自然保護区などのより工事の指定を受けていない限り、景観計画地域に登録されている。市内では、ベルドール・ランゲル・ゼン、ビルヘルム・スタールのレネシタウ自然保護区と、エシメッケ・ヒュッケンシュタイン自然保護区が指定されている。ベルドール市立博物館ベルドールには、郷土博物館、ベルドール市立博物館がある。この博物館は二千四年二月に、 新しいコンセプトの下で再開され、地域の歴史を紹介している。展示は4つのテーマと日常文化である。1940年にベルドールの文化リングが設立された。これはベルドールのいくつかの文化イベントを組織している。エッケンプファートのパルクテアターで定期的に演劇が上演されていたが、この劇場は1976年に取り壊された。 1978年にリーザイ学校センターの祝祭ホールが改築され、これ以後文化イベントに利用されている。このホールは800席の客席がある。小さなイベントは、ビュルガーハウスザール、私立博物館、実家学校の行動、青年センターで開催されることもある。1948年に市民大学、1963年に音楽学校が設立された。 市民大学は1976年に隣接する学校と合併し、ベネタール市民大学をなった。その中心はベルドールにある。市立図書館は何度も移転を繰り返した後、1980年からフライハイト通りの現在地に落ち着いた。メディアの大部分が実用書である。市立図書館内では市の朗読会も開催される。 ブーゼンホーフ1910年から1912年に建設されたネオバロック様式の視聴者は見応えがある。この建物はもともとはある工業系企業の独身寮として利用されていた。ブーゼンホーフ保1822年の大化後に建設された古典主義様式の民家で保護文化財に指定されている。17世紀に建てられた先代の建物は ベルドールの最も美しい建物の一つで、ブーゼ家の所有であった。この屋敷は、ベルドール村の基盤となった三軒の屋敷の一つであった。この家は、土壌地の近くにあり、教会もそこにあった。現在この広場は、フリードリヒ・ケスラー広場と呼ばれている。かつてのかさ上げされた敷地が、現在も判別できる。新しい建物は三階建てで、三河原で覆われた。 半節妻屋根をいただいている。これは、ライデマイスター建築の典型的な作例であり、都市景観と調和している。20世紀の改修前には、荷車ほどの幅があるかつての搬入口の跡が見られ、その片らに馬をつなぐための輪があった。ファサードは、化粧漆喰が塗られている。この建物はコーニスを有している。窓には、鎧戸が付けられている。駅舎は、リザリートと、 入り口付近の大きなスペースを支える柱を有する、ネオバロック様式のロビーを有する。建設された19世紀の終わり頃には、一般的に経済発展に対応して駅が大きく作られた。この建物は、昨日別に、ロビーホール、レストラン、管理部、技術施設に分けられる。1901年に完成したカトリックの教区教会。 セイミヒアイル教会や1866年から1868年に建設された福音主義聖クリストス教会は見応えのある教会である。セイミヒアイル教会は古く大きなカトリック教会であるが、エーフェキング地区の小さなカトリック教区教会聖ペトルスカニジウス教会も特筆に値する。1972年に建設されたこの建物は、 テント風の五角形の建物で1927年建造の古い教会に増築されたものである。その後この建物は機能を失い教科ホールに改築された。旧キ,キリアンス教会はクリストス教会の先代教会であった。グートアイケンの主館とバックハウスは1984年に建築文化財リストに登録された。6月第1週末に主に 地元クラブが主催するベルドールの一祭りが開催される。毎年6月から9月まで音楽、キャバレー、子供劇などの上演が行われるベルドールの文化の夏が開催される。毎年7月第1週末に金曜日から月曜日までベルドール射撃クラブによる射撃祭が開催される。伝統的に9月初めに開催される SV08。 ベルドールの国際水泳フェストにより、ユッター・リング前屋外プールのシーズンが終了する。この他のイベントとしては、農民マーケットや、ベルドール・インターナショナルがある。ロックグループ、イーレ・キンダーが1971年に発表した4枚目のアルバムは、ベルドールというタイトルである。VDM メタルスグループ本社工場、フォスロー本社ベルドール・エルファー・リング前発電所19世紀半ばまで。 ベルドールは農業を主体としていた。ルールジーク鉄道の建設によって状況が変わった。鉄道がこの町の工業を発達させる誘因となったのである。現在、ベルドールは工業が盛んである。特に重要なのは高加工業や鉄、金属加工業である。2017年にはベルドールには 社会保険支払い義務のある就労者が6741人登録されているが、このうち3625人が製造業に従事していた。サービス業には1774人であった。この町最大の雇用主は、ニッケル材料や特殊鋼製造の VDM メタルスグループである。この他に、自動車部品サプライヤーのシェフラー。 エンジニアリング GMBH や ATS、シュタールシミットマイボルム GMBH がある。金属分野の業者には、液体用コンポーネントのクラクト GMBH、鉄道に重点を置く、交通運輸コンセルンのホスロー AG、バルターシュタウフェンベルク GMBH&CO、KG、レーテルマン GMBH がある。この他に特筆すべきは、アルミニウム製法材のコンスタンティア、 アロフォルム GMBH や国際的な機械製造業者ブリンクマンポンプがある。これ以外の分野ではエネルギー供給業者マーク E のベルドルエルファーリング全発電所や人海処理の専門業者 A メンシェン GMBH&COKG がある。17世紀から18世紀メルキシェスザウアーラントにとってオーゼムント鉄は経済的に大いに重要であった。 住民にとって農業からの収入は十分ではなく、大ゼムント産業は追加の収入源となっていた。人々は大ゼムントの加工、炭焼き、運送業に従事した。この地域で針金製造に用いることができる唯一の原料が大ゼムントであった。針金製造は主に流電シャイトやアルテナで行われた。大ゼムントは粘りがあり、柔軟で加工しやすい。 炭素顔料の少ない鉄で比較的高価であった。アルテナの針金職人は他の鉄に置き換えようと努めたが成功しなかった。17世紀の初めに地元の鉄鉱石の埋蔵量が終わりに近づき、ジーガーラントやベルギッシェスラントから希望する特性を備えた先鉄が取り寄せられた。この先鉄は新しい方法で脱炭され、その後重さ約 5kg。 長さ2メートルほどの細い棒状に加工されていた。この棒鉄が針金製造に用いられた。これに対して、1720年頃から、クニッペル鉄とも呼ばれるクニッペルオーゼムントが現れた。重さ10から15キログラム、長さ約1メートルの延べ棒は、板金、シャベル、その他の幅広の製品を製造するのに用いられた。オーゼムント炭造の新しい施設は、 1559年から厳しい制限下に置かれた。アムト・アルテナ及びアムト・イーザー・ローンの大勘ヨハン・レオポルト・フォン・ノイホフ・ツム・ノイエンホーフは、1675年にアムト・アルテナ及びノイエンラーデにオーゼムント工場がいくつあり、誰がそれを使用したかというリストを作成した。これには、キルヒシュ・ピール・ベルドールの7件のオーゼムント製鉄所の所有者が記されている。 1755年のクエタス・シャンプランでは、メルキシェス・ザ・ウアーラントには88のーと77の炭蔵書が記録されている。したがって11の炭蔵書は2つの炭蔵機と2つの炉を備えた二重炭蔵書であったことがわかる。ベルドールでは、わずかな量ではあるが塩が生産されていた。塩泉は、レネ川右岸のシェルルの鉄道橋近くにあった。 1629年にはドリロスグバッサーがあったことが示されている。これは水1リットルあたり3ロートの塩を含んでいることを意味している。30年戦争中の厳しい時代にも製塩業は営まれていた。近くには様々な軍勢が利用するレネ、川の橋があった。兵士たちは繰り返し製塩所を略奪した。1933年に 火災で製塩所が消失し、残っていた壁も1年後に洪水によって破壊された。塩泉は保持されており、1934年に市場化装置が設けられた。領主の雑誌センドルフ製塩所の塩の専売権のため、この会社が生産した塩を販売することは困難であった。塩は主にブランデンブルク領の外で販売され、十分の一税が課された。 塩の10分の1税は1680年頃の平均で年間40帝国ターラーであった。製塩所は財政難に陥った。同業組合は長い協議の末に拒否していた継続的な10分の1税の支払い免除とすでに支払った金の返済を勝ち取った。この工場は1743年に塩の輸出を許された。この際、ザルツゼラーが ベルドーラー橋で塩の10分の1税を徴収した。ウナさんの塩が安価であったため、こうした政策によって聖塩所は再び財政難に直面した。クレイフェメルキッシャー政府の提案でこの政策は再び撤回された。ベルドーラーズ泉の塩分含料は低下していき、やがて聖塩は経済活動として立ち行かなくなった。18世紀末に聖塩は創業を停止した。 やがて市場化装置は倒壊し、塩泉は遅くとも道路建設工事までに埋められた。工場は工作地オプ・デアゾアルト10にあったが、ここには後にシュミーダグ社の社屋が建設された。ベスト・ファーレンにおける工業のパイオニアであるフリードリ・ヒハル・クオルトは現代風の塩泉浴の設立と営業をベルドール住民に呼びかけた。しかし、この提案は、 メルキッシュ地方の企業家魂に効果はなかった。ゼルター、ソールター、またはセルター。製塩業者を意味するという名字がかつての製塩業を今日に伝えている。堆積物下粒手や砂利のある手な浄水場の源泉掘り下げ改良工事によって新たな光線が発見された。エルファー林間ンンの下流川首都オルテル付近の デボンキの岩盤の様々な場所から塩泉が湧き出した。その塩分岩量は多くなく、おそらく北のウナ周辺から亀裂を通って、レネタールにまで拡散したものと考えられる。20世紀中頃に、変人と呼ばれていた人物がベルドールの塩泉を再び利用しようと試みた。彼は塩泉を掘削しようとしたが、正しい道をたどっていったと思い込んだそこは、検討外れの場所であった。 ある日彼は水に塩の味を感じたと吹いした。いたずら好きの近所の人が採掘口に大量の食塩を流し込んだのであった。道路連邦道 B229 号線と B236 号線が市内で交差している。近くを連邦アウトバーン A45 号線が通っている。最寄りのインターチェンジはナンバー14流電シャイインターチェンジである。 ベルドールの道路網は全長約 82km である。アウトバーン A54 号線は、ブルンスム近郊のオランダ国境からプッフェンドルフ、ベルクハイム、ランゲンフェルト、ゾーリンゲン、レムシャイト、ラーデフォルムバルト、ハルバー、リューデンシャイト、ベルドール、プレッテンベルクまでザウアーラントを通る予定であった。当時すでに存在していた A45 号線との交差地点は、 現在の流電車糸、北インターチェンジの南に計画されていた。この A54 号線は、現在の A542 号線及び、ゾーリンゲンの市域内を通る修道 L141、N 号線の2区間以外は完成しなかった。ベルドール駅鉄道、ベルドール駅は、ハーゲンから G ゲンに至るルールジーク鉄道、及び S 線へのルールジークイコールエクスプレスの駅で、ある。 この路線上をレギオナルバーン及びレギオナルエクスプレスがそれぞれ1時間間隔で運行している。営業はアベリオレース NRWGMBH である。20世紀初めから中頃までクライスアルテナー鉄道によって流電車位と駅の軽便鉄道が接続していた。この鉄道は地元ではシュヌレと呼ばれていた。ベルゼタールを通るこの路線は 旅客と貨物の両方を輸送した。ベルドールのバーンホーフスプラッツバス停バスバス輸送は、現在主にメルキッシェ交通協会とベルドール市民バスが運営している。市内路線の他に、アルテナ、バルベ、流電車デシャイト、ノイエンラーでプレッテンベルクへの路線がある。メルキッシャー軍の警察はベルドールに発出所を有している。軍の救急サービスは監督所を有しており、2台の 救急車と救急医派遣車両1台を備えている。ベルドールの病院は、シュタットクリニックベルドールと呼ばれる。ベルドールには4つの拠点を持つ消防団が組織されている。シュタットミッテ、クラインハンマー、エーフェキングにはそれぞれ消防車が1台配備されている。ケーニヒスブルクには、ブリューニングハウス消防グループがある。これは、クルップブリューニングハウス企業消防団から発展した。 ものである。教育分野については、ベルドール市は、私立図書館を有しており、約2万7000点のメディアを所蔵している。また、レネタール市民大学連盟の市民大学がある。初等教育では、基礎家庭学校が5校と養護学校が1校、中等教育では、本家庭学校1校、総合学校1校、実家学校1校がある。幼児には、 幼稚園あるいは託児所が6カ所ある。ベルドールの日刊誌は、ジューダーレンダーフォルクスフロイントである。で、ノルトベストファー練習向けのローカルラジオ局ラジオ、MK は、州メディア局によって送信書ナンバー、71から97.2メガヘルツで放送されている。ありがとうございます。